もしもし、マクドナルドボランティア事業局のマクドナルドですが。マクドナルドさ。おお、どうした？昨日話せなかったから、話せたらいいなと思って電話しました。ああ、そうですか。もう、話し合いをしてたんじゃないの、君たちは今。何？君たち今話し合いしてたんじゃないのか。何の？君なかったか、お前。あ、なんか、無線で会議、スケスケにいますみたいなこと言ってたやつですか？本部ね。あ、本部。うん。でも僕多分呼ばれてない。その私は見逃してあげますから。はい。ちゃんとそういうの言わないといけない。はい。自分の家をな、ちゃんと家っていうか公園っていうか、まだ自分のいいんですよ。はい。僕ね、多分呼ばれてないで、別のなんか僕別にあれのいらない話し合いをしてたのかなと思って。君はじゃあどこにいるな？今僕レギオンに向かおう。あ。レギオンに向かおうとしてます。わかりました。ちょっとレギオンに私も向かいました。あ、ありがとうございます。はい、また後でな。はい。はい、バイバイ。バイバイ。はい、こだ。はい、ご苦労さん。ご苦労さん。今ちょっと免許がないから。免許ない？無免許ですか？無免許です。だから見つかっちゃまずいんだ。あ、見つかっちゃまずいんだ。わかりました。悪いことをしてる時の気分ってどうだ？ドキドキします。はいね。子供の時にね、こういう気持ちを味わっておかないと、大人になってもろくでもないやつになるから。ははは。はい。あの子たちはどれぐらい話してるんだ？なんかでも、いや、わかんないです。結構。入ってきた時には、今日起きてきた時には結構みんなたくさんいたんで、その時から話してるなら結構話してると思いますけどね。そうですか。何について話してるかは分かんなかったです。深刻な話をしてる子の感じだったらないか。面白いことを考えたのか、考えてないのか、どっちか分からない話じゃん。そうなんだ。でも僕には声はかからなかったんで。そうですか。はい。なんか集まんなきゃいけないのかなって。そこで制限されるところがありますから。はい。まあ、入りたかったら自分で入ればいいじゃん。そうですよね。僕もなんか今、本部に向かおうかなと思ってたんですけど。そうですか。その話っていうのは何ですか？そうなんです。ちょっと、今なんかいろいろあるじゃないですか。いろいろ揉めてるみたいでしょ？会議の話か。そうです。揉めてるの今。知らないですけど、なんかでもダミアンちゃんに聞いたら、一昨日ぐらいかなに聞いたら、なんかどうなってるんだろうみたいな、なんかその会議の次の日かなに僕ズズさんと話したんですよ、2人で。看護師さんと話したか。はい。元気にしてた？元気でした。なんかもうすごい、しかもちゃんとなんかいい話聞けたなっていう話し合いができて。いい話。はい、なんか結構僕はちょっとズズさん視点で、ズズさん目線でというか聞いてたので、ちょっと気持ちが分かったので、ちょっと慰めも含めてと思ったんですけど。慰めむしろ諭されて帰ってきました。諭されて帰ってきた。慰めに行ったのに、はい、帰り討ちになったのか。帰り討ちに会いました。そうですか。はい。諭す元気があるってことだね。いや、もう本当そうだと思いました。子供に慰めるって最高だよ。大人の特権ですから。いや、でも、なんか思ったより前向きで。君はどんなところに見学したの？その明るいところ、前向きなところを感じたんだい。なんか。僕がまあみんなからなんかこう言われてて、僕は結構ズズさん視点でこう思ったよって言ったら、まあ結構なんだろう、ズズさんと気持ちは結構一緒だったみたいなんですけど、でもカム君はさ、なんかいろんなこと言われてその人たちのこと嫌いになるみたいな、家族だったらそういうのは違うよ、家族はそんな簡単に嫌いにならないし、そういうこと言われました。はい。だから、なんだかんだそのなんか、まあ、ちょっと嫌な気持ちになったと思うのに、あの会議で。うんうん。でもそういう風な言葉が返ってきたのが、びっくりしたのと、まあ、その反対に嬉しかったです。で、しかも、なんか、あの時、まあ、僕的にはなんか、雰囲気があんまり良くなかったところを、マクドナルドさんが、鈴さんをアンダーボスに指名したじゃないですか。うんうん、あれでまあ、ある意味ちょっと僕はあの空気が少し落ち着いて、なんかオチをつけてもらえたなって思ったんですけど、なんかそれまあ本人的にはすごいやっぱ嫌がってたじゃないですか、あの場で。でもその諭してくれた時に、なんか僕が冗談でちょっとあの諭すつもりが諭されちゃったねって言ったら、いや俺アンダーボスだからさって言ってて。ああそうですか。それもなんかもしかしたら冗談っていうかあれかもしれないですけど、なんかそう言ってくれたのもちょっと嬉しかったです。まああの子もこの町が長いですからね。うん。そろそろビシッとね、ワンランク上のステージに行かないといけないんじゃないかなと思ったから。うん。いいタイミングだったし、アンダーボスにしました。うん。そうですよね。会議聞いてても思ったけど、マクドナルドさんは多分、どう解決したらいいかとか、一人一人がどういう行動を取ればいいかっていうの、もう分かってるんですよね。そんなの分かりません。うん、私は一応団長だから。みんな、なんかその日々ちゃんと、ダミアンちゃんと、おじいちゃんとは話したんですよ。おじいさんとも話したか。おじいちゃんが、ズズさんと話してくれてたみたいで、そのまあでもおじいちゃんの意見と多分僕の意見はまあ第三者の話から聞いてなんかすごく一緒だったんですけど。ああそうですか。じいさんもじゃあこの現状知ってるのか。はい。今でまあでもあくまでその当時のその状況とか雰囲気とかそのニュアンスとかもちょっとまあわからないからあれだけど、でもかいつまんで聞いただけでもわかるみたいな。なんか状況は分かったって言ってて、さすが長いこと生きてるだけあるな。頼もしいですね。でもそのなんだろう、そこで話してる時もそのズズさんの気持ちとかまあみんなが思ったより伝わってなかったみたいで、あそういうふうになんかその第三者から見てたらそういうふうに聞こえたんだねっていうのがみんなそこで気づいた人もいたみたいで。でなんかだからみんなで話し合うことが必要なのかなって僕は思ったんですけど、でもさっきのなんかマクドナルドさんも言ってたけど、ズズさんがみんなで会議しようって言って、それでズズさんと話し合おう、なんか俺と話し合おうって言ってくれたところで、俺は話したくない、そんなんで決めたのは話したくないって言ってて、一人一人の気持ちで俺と話したいと思って来てくれるならあれだけど、みんなと話し合って決めて謝ろうとかそういうことだったら俺は話したくないって言ってて。ああそうなんだ。はい。でもその通りかなって思ってしまって、だから僕はなんか下手になんかみんなにこうした方がいいんじゃないとかこう思ってたと思うよとかいうことは言わない方がいいのかなとも思ってて。でも言わないと置いてかれるぞ。今まで君はさ、思ってることはあったんだけど口に出さないで、流されるまま、一人ぼっちを味わってきたわけだ。私とこの間話すことができた。君の中で少しは吹っ切れたものがあったわけでしょ。はい。動いて、発することってのは、何かをやっぱ変えることができる。動かなきゃやっぱり変わらないわけです。止まってるだけじゃ、何も変わらないだな。君の中でその思いを金庫にしまってるだけじゃ何も変わらない。思ってることみんなに伝えてみます。いいんじゃないですか。このままだとなんかいい方向に向かうのかが心配で。みんなそう悩んでると思いますよ。はい。おー、ご苦労さん。お疲れ様です。おー、何やってんだ。お久しぶりです。なんか、マクドナルドさん。この方、さっき来たばっかの人らしいですよ。はじめまして、猫又ピピです。猫又さん、はじめまして。私、この町でボランティア事業の社長やっております、マクドナルドと申します。おー、ボランティア、いい人ですね。言うとったな。まだ味わってもないだろ。あ、そうだね。聞き取れない側の人だ。おお、ちょっとすみません、どうだ。おお、どうしたんだっけさ。大丈夫、おはようございます。ああ、ご苦労さん。ちょっとお話ししたいことがあって。おお、今って時間あるっすか。おお、大丈夫だ。じゃあ、スケスケに来てもらいたいんですけど。スケスケ。何言ってんだ。スケスケ本部。本部に来てもらいたいです。おお、本部ね、わかりました。はい。ありがとうございます。はい、今すぐ向かいました。助かります。失礼します。え？すみません、ちょっと仕事があったから、また。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。どうぞ、腰掛けて。ありがとうございます。単刀直入に言いますと。うん。団長。僕は医者になります。医者になります。はい。うん。まあ思った理由なんですけどね。うん。昨日ダミアンさんとお話ししたらしいじゃないですか。おお、話しましたよ。で、その時にインフルエンザトリプルオメガの件って聞きましたよね。きっと。ああ、なんか君が掲示板に書き込みをなんかしたとかどうとか聞きましたけど。はい、僕がズズさんに。かかってるウイルスをインフルエンザトリプルオメガだと思ってて、でそれを皆さんが言ったところ団長がないって言ったらしいじゃないですか。でも僕はあると思ってるんですよ。インフルエンザオメガみたいなやつか。トリプルオメガが。トリプルオメガ。はい。どうしてズズさんの最近の行動が江戸さんの行動に酷似しているなと僕は思って。どの辺が。そうですね、まあ簡単に言うといろんな、まあ僕はウイルスのせいだとこれを思ってるので、ウイルスのせいで無意識的になんだろう、いろんな人に攻撃的になったりだとか、あと話がループしてしまうだとか、まあ、そういったところがちょっと似ているなと思って。で僕はそれがあると思ってて危機感を感じてる。このままウイルスを放置していたらいろんな人にそのウイルスが伝播していって最終的に GBC が疑心暗鬼になって崩壊してしまうんじゃないかと僕は思っているんです。なるほど。それなら僕が一度 GBC を出て医者になりオメガがあると証明してワクチンを作る。そしてみんなにそのワクチンを打ち、その後にもし戻れるのであれば物販に戻りたいなと。GBC を抜けたいと思ったのか君は。一応医者になるにはギャングマフィアでいたままではなれないのでこの町は。君が組織から抜けることを、はい、みんな悲しみます。そうですね、団長に話す前に一度みんなに流れがあって話したんですよ。みんな止めてくれましたね。それは嬉しかったです。その悲しむ気持ちは、はい、踏んでいっても君は抜けた方がいいと思うのか。踏み入っても難しいですね。踏みにじってもというか。どうしてウイルスのせいにしたいんだ。僕はズズさんとこの前、昨日一昨日かに1対1で話したんですね。なんか論点が噛み合わなかったんですよね、その時ずっと。論点が噛み合わない、どういう部分ですか？僕は、まあ、ズズさんにも劇はやらなくていいと思ってるので、まあ、やらなくていい、僕はそう思ってます今。なるほど。それを伝えたんですよ。ズーさんは無理して劇をやらなくていいんだよって。うんうん。で、そしたら何だったっけな。会話が噛み合わずになんかずっと同じ話のループになっていて。うんうん。で、その話のループの指摘すると次は僕のなんか上げ足を取りに来たりして、その辺が。僕江戸さん、君の上げ足っていうのはどういう部分ですか？まあなんか僕がなんだろうな、言葉のあやを、言葉尻を取って攻め立てるって言ったらいいんですかね。君が攻め立てたんだ。僕がズズさんをですか？いやいや、君が今言ってるんだろう。あ、僕はズズさんを攻めてるつもりはなくて、うん、ズズさんが僕の言葉尻を取ってこうついてくるというか、なんか別の話にすり替えようとしてくるというか、そういうところが江戸さんと話した時とだいぶ似てて、インフルエンザトリプルオメガなんじゃないかなっていうのを5時間ぐらい話した会議の2日後ぐらいに僕思って、2日後ぐらいに思った。はい。で、それはどうして？ふと思ったっすね。いや、違うわ。レンさんとモモコと話してたんですよ、その時に。うんうん。で、その時僕、無意識だったんですけど、ズズさんの話をしてる。ズズさんのことを江戸さんって呼んじゃったんですよね、間違えて。うん。で、その時に、あ、もしかしたらって思って急にインフルエンザトリプルオメガのことが頭に出てきて、これ酷似してるのはウイルスのせいなんじゃないかなって。うんうん。ちょっとこれは早めに伝えといた方がいいのかなって、この病ウイルスのことは。なので3次瞑想後にズーさんに話しに行きます。早めに伝えた方がいいっていうのは、君がただハッと思っただけだろ。はい、はっと思ったことですけど、可能性があるなら行った方がいいと思うんですよ。可能性の理屈が全く説明できてない。可能性の理屈。エドさんとちょっと似てるシーンがあるだけだろ。はい。ちょっと似てる子なんて山ほどいるだろ。まあそうですね。もっと理屈立てて説明して。理屈立てて。まあ理屈立ててっていうのが難しくて。君の下をそのウイルスにまあ感染してると君が定めて、はいはい、この GBC から抜けて研究したい、その過程をさ、はい、もっと説得をもう私してくださいよ。わかりました。説得力が足りないね。江戸さんと僕めちゃくちゃ話してたんですよ、団長の知らないところとかで。で、なので僕は結構江戸さんのそういう部分が見えてるんです。で、僕以上に最終的に江戸さんに寄り添ってた人がズズさんなんですよ。結構会ってたみたいで。で、江戸さんはインフルエンザトリプルオメガにかかってたって言ってたじゃないですか、本人がね。はい。なのでズズさんは濃厚接触者になり得る人物ではあるんですね。僕もそうですけど。なので濃厚接触者なら映ってる可能性はあるなと考えて、ズーさんにそれを伝えに行きましたね。理屈はそういうことです。あとは僕の勘です。それだけ。それだけです。他にもたくさん接触してる人がいるでしょ。ルンさんもそうだし、はい、君もそうだよね。そうです。君たちも感染してるって言ったのか。そうなんです。だから僕とレンさんも感染してる可能性はあるし、の時会議にいたみんな感染してる可能性はあるんです。ズズさんが感染してるなら。君の気持ちは分かった。はい、ありがとうございます。残酷な現実を突きつけていいか？嫌です。嫌か？残酷な現実はちょっと怖いです。怖いか？はい。でも君のためだ。僕のため？うん。僕のためですか？でも怖いんですよ、1% も。はい。君が。はい。本当にここにいたいかがわからない。その気持ちを私に示してほしい。本当にここにいたいか、GBC に僕がいたいかってことですか？いたい気持ちはもちろんありますよ、それは。どれぐらいだ？どれぐらい？うん。100% で表すと。さあ。正直に言うならば 70%。 その 30% はちょっとごたごたに疲れたって気持ちはありますね。そうだよね。はい。そういうのを理由にして君は GBC から去りたいと思ってる。なるほど。本音はそこじゃないか。まあそれもあるかもしれません。うん。どうだい？それしかないんじゃないのか？それしかない。でも楽になるぞ、言った方の方が。変に作るより。そうですね。確かに最近いろいろ起こってて、なんかごたごたして若干一人になりたいなって気持ちはありました、もちろん。うん。それも真実です。どうして一人になりたいか？どうしたい？もうそんな医者みたいな建物はいらないのさ。なるほど。でもみんなを助けたいし、心配してるって気持ちは本当なんですよ。うん、うそ、それは。こっちも本当なんす。そう。どこまで本当なの？救いたいって気持ちがですか？救いたいって気持ち。あと、君が出たいって気持ち。出たいって気持ち。救いたい気持ちは、まあ正直言って江戸さんのことがあったんで、なんかそういうので心配で医者になって、なんか一旦グッバイを離れれば。副隊に入れたんだろ。いや、個人っすね、多分。個人になりたいんだ。はい。個人になれ。それが君の目的だろ。そうですね。うん。それでいいじゃないか。個人になればできることが。できることが何も知らないくせにか。医者になれば、あれは研究はできるじゃないですか。研究をして？研究をしてワクチンを作る。君に医学の知識もないのにか？そこは勉強するしかないです、今。勉強してできると思ってる。誰かがやった実績があるか？誰かがやった実績はないですけど、誰もやってないからできるかどうかもわからないじゃないですか。そうですね。でも君がやれるのかどうかも私たちはわからないよね。そうですね。それはいろんな出来事そうじゃないですか。そうですよ。僕はできると思ってます。やらなきゃって思ってます。やらなきゃってどのくらいと思ってるんだから。建前だろ、それは。君がただ個人になりたいだけじゃないのか。私はそう言ってるんですよ。ハーフ&ハーフ。うん。さあ、どんどんパーセンテージが上がってきたよ。50%、50%。さっきは 70% と 30% だったのに。はい、さあ、どんどん本音を言ってみなさい。どっちの気持ちも本当ではあります。いいんだよ。ムクさん、もう 50% まで来たんだ。はい。君が嘘をついてるなんて私からすると分かってしまう。嘘ではないんですけど、まあ。本当の気持ちを言った方がいい。楽になるぞ。わかりました。正直に話します、じゃあ。正直僕も、本当の話をすると、まあ全部ウイルスのせいにしちゃえば、ズズさんが、なんだろう、楽に戻ってこれるんじゃないかなって思って、まあウイルスをでっち上げてやろうかなって、で前々から孤児院もちょっとだけしてみたいなって思ってたんですよ。なのでまあいい理由ができたっていうとちょっと言い方が悪いですけど、いい理由ができたよね。まあ君が孤児院に行くためにはいい理由ができたはずだ。はい、そういうことだろ。そうですね、まあ言っちゃえば0と100になりましたね。0 まあそうですね。キングスターを畳めるに使うんじゃないですよって。はい、いい迷惑だろお前。エドさんもそうですよ。もう君の抜けたい気持ちは分かりました。そこまでしてでも抜けたかったっていうその気持ちは分かった。じゃあそれも踏まえたらどうしよう、もう一度聞くわ。ちょっと考える時間もらっていいですか。ああ、もちろんいいさ。ちょっと一回一人で考える時間もらえます。で、結論が出たらもう一回お話しさせてください。わかりました。はい。すいません、お時間作っていただいて。いやいや、大丈夫さ。助かりました。あと一つだけ言っておくか。はい。インフルオメガ。インフルエンザトリプルオメガ、はい、あれは私が作った病気だ。団長エドさんにそういう病気だって言えって言ったのは私だ。どういうことだから本人は病気じゃないや。君たちはネケさんの話を聞いたか。本人がいろいろ考えるらしいから。でも君たちにもいろいろ嘘をついてたことがあるらしい。なるほど。なるほど。本人から聞けるといいな。わあ。いいでしょう。いいか。ご苦労さん。あ、ご苦労さんです。こんばんは。こんばんは。君はその個人やってたよね。今もやってるの？はい、昔やってたんですけども。やめちゃいました。個人は楽しかった？めちゃくちゃ楽しかったっすよ。どうしてやめたの？いや町の断りというか。断りで。その孤児院を取るか家族を取るかみたいな話になった時があって、それで家族を取ったか。はい、家族を取りました。はい、まあでも未練はありますよ孤児院に。でも選択しなきゃいけなかったんだよね。そうですね。今はその家族ははい、大切にできてますか？できてるんですかね。家族ってどうやったら大切にできますかね。難しいよね。難しいです。君が大切にできてると思えばそうなんだろう。そうなのかな。そばにいたいとずっと思えてれば、はい、向こうにも何かしらの気持ちは届いてると思いますよ。そうなんですがね。なんか最近不安で。どういったことが不安ですか？本当に僕は家族にとって必要なのかなって。ああ。それはどういう時に思う？みんなと話してる時に、この空間はすごく心地いいけど、何かできてるのかなって。思うんですよ。本当に家族のために何かできてるのかなって。何か形として残さないと人は不安になるよね。はい、なります。言葉がないとどうしても不安になってしまうよね。そうなんですよ。わかるよ。家族からの言葉が欲しい。そうだよね。言葉足らずだった。そういう気持ちになってしまう。でも、はい、簡単に言葉をさ、はい、投げかけられても、君は喜べるか？本当にそういう時が来た時に自然と出る言葉の方が嬉しくないか？嬉しいですね。確かにいつも家族結構口数が少ないんですよ。うんうん。でもたまにお前がいてくれてよかったとか、お前を一番最初に誘ったんだとか、ふとした時にこう言ってくれる一言がすごく嬉しかったりするんですよね。そうだよな。自然と君は引き出してるわけだ。そうだったんだ。毎日毎日そういう言葉を与えられてたら、はい、その言葉に重みをどんどん感じなくなって慣れて、もっと先のそれ以上上の言葉を欲してしまう。人間っていうのは強欲だ。さあ、欲張りなんですよ。欲張りなんのか。うん。確かに。それ腹に水をあげ続けてます。うん、その水にもう飽きちゃって水いらないって言うんですよ。確かに水なんなら枯れちゃう。確かに。うん。だからあげすぎもよくないんですよね。なるほど。うん。だけど、もらえなさすぎると不安になる、その気持ちはわかるよ。不安になってる時がね、うんうん。あることによって、果物って甘くなりますもんね。よく気分をしてるね。ああ、ちゃんと君は欲しいときにそういう行動ができてる。うまくやれてるってわけですよ。おお。うん。奥さん。そのままでいいんじゃないか。いいんですかね。私はいいと思うよ。このままで。不安だった。みんな不安です。だけど、その言葉が待ってると思って、日々生きてるわけですよ。1週間もご飯もらえなくたって、その1週間と次の1日目、その日にもらったら、美味しいよな、ご飯って。絶対に美味しい。毎日食べてるご飯よりも美味しく感じるよね。絶対に感じる。うん。君が我慢、食べた、甲斐があったってもんですよ、それは。おお。すみませんね。急にお話しかけて。いや、ありがとうございます。うん、なんか、心の、なんかモヤモヤっとした部分が、少し晴れた気がします。ありがとうございます。こちらこそありがとう。はい。ちょっと、ご飯がもらえるように、またもう少し頑張ってみようと思います。大丈夫。きっとご飯はもらうさ。おいしいおいしいご飯が。1週間と1日後に。ありがとうございます。なるほど、おいしくなるよ、ご飯は。帰ろう。おいしいご飯のために。皆さん、私は町を離れますから、何か困ったことないですか？大丈夫か？大丈夫です。大丈夫です。今は大丈夫です。ありがとうございます。はい、大丈夫です。はい、じゃあ楽しんだ。じゃあもう出ますか。おお、どうした？一応答えが出ました、僕の中で。答えがもう出たのか。はい。ここで話しますか。お、どれだこの子。あ、オメガです。オメガ。オメガです。こんにちは。オメガだよ。ああ。君も来るか。うん、行くね。ああ、行きましょう。オメガ、いいんですか団長。いいですけど。あ、君は連れてきたんだろう。いや、まあ一緒にちょっと行動してて、そうですね。ああ、お客さんだったら、いや、どうぞ。あの後僕の前に現れて。考えてきました。うん、結論から言うと、はい、期限1ヶ月目いっぱいグッバイをもう後悔がないぐらい楽しんで個人目指してみようかなって思います。期限1ヶ月その今日比さんと少し話して、うんうん、今抜けるとこのゴタゴタのせいで抜けたみたいにみんなが見えてしまって、うんうん、その後目なんて言うんですかね、気負っちゃう人が出てくるんじゃないかって、それだったら期間を設けて後悔がないぐらいその期間で GBC を楽しんでから、個人を目指そうかなって僕なるほどやっぱ考えたんですけど、最近のゴタゴタで疲れたのも本心ですし、個人をやってみたい、いろんなことにチャレンジしてみたいっていうのもやっぱり本心でした僕の。そうだね。はい、そこが変わらないし、この気持ちを抑えたままグッバイにいても、また同じ気持ちになってしまうと思うんです。GBC で過ごすのは多分できると思うんですけど、それは僕自身がこの街自体を楽しめなくなってしまう、やりたいことができなくなってしまう。やりたいことをやればいいさ。はい、なのでめちゃくちゃ団長にはお世話になってすごい申し訳ないんですけど、1ヶ月12月ちょっと細かい日取りは決めてないんですけどまだ、12月初旬でグッバイ卒業しようかなって考えてます。なるほど。もう GBC を抜けたい気持ちは分かりました。徐々に。はい、でも一応な永久公ってものをうちはやってるんですよ。そうですね、サーカスの後聞きました。この1ヶ月その楽しんでなやめられるってものはもちろんないはずさ。はい、その分な、君たちと一緒に過ごさないといけない子たちは、きつい、君がいなくなると。なるほど。1ヶ月も一緒にいなきゃいけないんだよ、やめることは。まあ、君はそういう人の気持ちはそんな分からないだろうけど、1ヶ月もしのいたのであればさ、いい作戦があるんだよ。いい作戦。永久公っていうものをまあな、もちろんあるわけだけど、はい。それを、もちろん、なくして脱退することはできません。なるほど。50億。この1ヶ月で50億貯めたい。はい、なるほど。はい。それで君は晴れた GBC を卒業できる。50億。頑張りなさい。わかりました。楽しむ余裕はないから。そうですね。覚悟。君は、はい。誰をな、傷つけて。はい、癒すことなく君が楽しみたいと今から言って1ヶ月いたいという発言をしたわけだから、君に代用を思う資格はほぼないわけだ。なるほど。だからこそ50億です。50。それで50に君はなれる。はい。軽いもんだろ。はい。はい。そうですね。お金借りたってもいいんだよ。貸してくれる子もいるかもしれないし。はい。そしたらすぐにでも抜けて。わかりました。君の気持ちは分かったし、他の子も止めないってことはそういうことだ。そうですね。君が好きなように私も生きればいいと思ったら。ありがとうございます。それは。だから別に1ヶ月って期限決めなくていいから。50億。耳を揃えて払えばはい。君は個人の道を進める。それでよろしいですか？わかりました。はい、わかりました。じゃあ1ヶ月はなしにして50億貯めます。うん。はい。頑張ったな。ありがとうございます。うん。話聞いてくれてありがとうございました。うん。この子は？この子は僕がちょっと面倒見ようと思ってます。おお、そうなんだ。この子もウイルスらしくて。おお、理由作ら連れてきたのか。なんて言いました？なんかの理由作ら連れてこいたのかな。いや、本当に急に目の前に現れて、せっかく医者になるならこいつをいいウイルスにしようかなって今考えてます。ああ、そうですか。ごめんね、はい、まだ悪いウイルスなんだ。ああ、もう頑張ってください。はい、ありがとうございました。ああ、ご苦労さん。ありがとう。よかったね、50億だって。50億。100億にしとくか。いや、50、いや、ああ、どっちでもいいよ。一旦50億でお願いします。ああ、はい。色も期待してるよ、君な。色、はい、わかりました。ありがとうございます。頑張ったな。はい。はい。ムネさん。はい。ムネさんの話を聞いたか。僕じゃなくて。話しました。うん。聞きました。50億で一応、脱退の手続きになりました。50億ですか。うん。ちょっと安いけどさ。ちょっと待って、レケさん、絶対。団を傷つけた。100億でもいいと思ってるけど、もう50億から100億の間、彼が払ってくれると思うから。払い終わったら、彼は個人へ行きます。それはネケさんが辞めますって言ったってことですか？そうです。個人を鍛えたし、私はね、もともと彼がここに気持ちがないことを分かってたから。君たちもでも止めなかったんだな。どうだ？やれは止めましたよ。いや、私は今日辞めないって言って話を終えたんですけど、今話してて。でも君たちはもう騙されてる。そうなんですか。まあでも、そういう気持ちも踏まえて、君たちがこれから頑張ればいいわけさ。別れは時として来てしまう。まあだけど、一応厳しいよ。この町にしたら、そんなに甘くはないこと、彼にも課せた。期限はないよ。だけど、早く払うという意味で。あの子がね、1ヶ月間、楽しみたいんですって。目いっぱい GBC を楽しんで、個人へ行きたいと思いますって言ってきたから。だから、50億払えば、今すぐにでも抜けていいよって言いました。1ヶ月間、50億は絶対払うんですか？50億以上だよ。50億は最低。一応、こういう結果になった。うちは一応、まあ君たちも知ってるように、永久保証でやっております。それを踏まえて、彼が、GBC を個人が新しいことをやりたいって言ったから、それを応援するためにも50億です。もちろん分かってると思うが、彼にお金を貸さないでいいからな。彼が自分でいろんな人からお金をかき集めるのは、それは自由ですから。GBC のメンバーが、グループサーカスのメンバーが手助けするのは禁止だ。いいね、みんな。わかりました。わかりました。わかりました。ただ、俺は、ちろんネケが、さっき俺実はネケと話して、いい気持ちでっていうのは、直接聞いたんで、もう1ヶ月間で GBC をしっかり満喫するって言ってたんで、それで、俺は GBC にいたいって思わせられるように頑張ります。そうだね。それができれば、大したもんだけど。まあでも、本人と私は話しました、ちゃんと。彼が本当に、GBC を思っていれば、そのような発言は出ないだろうということを、いくつも彼は言った。心はここにはない。そう私が判断したから。それでも君たちが求めるのであれば、それは君たちの自由だ。あとはお任せしません。わかりました。悲しい気持ちもあるかもしれない、皆さん。だけど、これはいいことだ。新しく私たちも進むために。ネケさんは、ここで、この組織を離れるべきだったのかも。私はそう思いました。ミニなんですけども。マクドナルドさんはその話を聞いて心がここにないと思ったから引き止めなかったってことで合ってますか？いや、もちろん引き止めたらさ。引き止めた後にこの子は言ってきたわけですよ。1ヶ月満喫して、孤児になりたいと思いました。間に心変わりがするかもしれないですよね。もう断定してました？心変わり？ないのかな？個人になりたいですと言って私に来たんですよ。わかりました。ありがとうございます。おう、彼がなりたいものになった方がいい。若い子だ。ここにいて、彼が自由にね、好きなことができないより、それよりは、まあ一応組織に属して、けじめを取って好きなことができる方の方が私はいいと思いました。そういう判断です。君たちも自分なりに判断してみてください。わかりました。わかりました。わかりました。今、ズーさんとの話終わりました。ああ、そうか。君をさ、ちょっと連れてこれるか。どこまで連れてたいですか？本部に私いますから、2回目。あ、わかりました。今、ちょうどね、ネケさんもいるんですよ。おお、ネケさんはいいわ。こっちをだ。ネケさんはいいんですか？ネケさんとズーさんが今話し始めちゃって。おお、それはキングスターの話の方が大事だから、こっちを連れてきた。